ララアルアバレナベシノは、スペインの女子プロテニス選手。バスク州ギプスコア県、トローサ出身。これまでに WTA ツアーで、シングルス2勝、ダブルス7勝を挙げている。身長166センチメートル。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。WTA ランキング最高位は、シングルス52位、ダブルス28位。1992年に、 バスク州ギプスコア県トローサに生まれ、2007年にプロデビューした。2010年全仏オープンジュニアダブルスでは、マリア・テレサ・トル・フロルと組んで、ノーシードとして臨み、決勝で第5シードのティメア・バボシュスローン・スティーブンス組に敗れて、準優勝だった。2012年2月にコロンビア・ボゴタで開催された、WTA インターナショナルトーナメントのクラロ・コルサニータスカップでは、 決勝で、ロシアのアレクサンドラ・パノワニ・ストレートで勝利。WTA トーナメント初優勝を飾った。過去7年間では、スペイン人選手による5回目の優勝であり、アルアバレナの他には、ルーデス・ドミンギス、リノ、ヌリア・リア・ゴステラ・ビベス、マリア・ホセ・マルティネス・サンチェスが優勝している。2012年全仏オープンシングルスでは予選を突破し、 初めて4大,大大会の本戦に出場したが、1回戦では4年、前の覇者であり、第13シードのアナイバノビッチに敗れた。2012年全米オープンシングルスも予選を突破して本戦に出場し、1回戦では、シャハー・アッピア相手に4大,大大会の本戦初勝利を挙げたが、2回戦では、第30シードのエレナ・ヤンコビッチに敗れた。2015年全米オープンダブルスでは、 スロベニアのアンドレ・ヤクレパーチと組んで第15シードとして臨み、準々決勝で第11シードのサラ・エラニ・フラビア・ペンレッタ組に敗れてベスト8となった。3回戦では第3シードのディメア・バボシュ、クリスティナ・ムラデノビッチ組に勝利している。2018年全仏オープンダブルスではカタリナ・スレボトニクと組んでノーシードで出場し、 準々決勝で、第2シードのアンドレア・フラバー・チコバ・バルボラ・ストリコバ、組に敗れてベスト8となった。1回戦では、第12シードのエリーズ・メルテンス・デミス・ウース組に、勝利している。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退。 LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。